くんぴーチャンネルのくんちゃんです。今回紹介するのがこちらになります。はい、ワークマンの、スタンダードグローブという形で防寒グローブになるんですけども、こちらを紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、ということで今回はですね、このスタンダードグローブということで、通勤の時にね自転車乗るんですけども、手が冷たいので買ってみました。価格が499円税込みとなります。でこちら、カラーがですね、ブラックという形で、もう一個ねピーちゃんも買ったんですけども、ピーちゃんの方はグレーになります。あともう一色ブルーがありました、うん、はい。素材は、ポリエステルとポリウレタンですね、はい。これ一番の特徴がですね、スマートフォンもいじれる構造になっています。両手の人差し指と親指の部分が、スマートフォンで操作できるこの仕様になっています、ね、こう手がかじかんで寒い日のスマートフォンをいじるのに、いちいちこうグローブを外して操作せずに、このまんまスマートフォンを操作できる仕様になっております。で手のひらもですね、滑り止め加工がされているので、自転車のハンドル握るのも滑らないですし、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。早速つけてみたいと思います。でこれね、ワンタッチでこう外せて、こう使わないときはこうやって一緒にできるベルトがついています。ここを押すとカチッとワンタッチで外れるようになっています。はい、じゃあ早速ね装着していきたいと思います。はい、ということでデザインもなかなかこう引き締まった感じでかっこいいですね。で中も裏起毛がこうあるので、とてもあったかい感じになります。で実際に自転車乗ってみて、こうね、風当たった時にどうかっていうのはまだちょっとわからないんですけども、こう今止まってた状態でつけてみた感じが全然あったかくて、非常に自分もそのロードバイク用のこうグローブ持ってるんですけども、それ結構ねモコモコしちゃって手の動きが制限されちゃうんですけど、これは結構制限されずにグーパーグーパー楽にできるような感じですね。はい、はい、で実際、くんちゃんのスマートフォンを使って、いじってみたいと思います。まず指紋認証は、ね、できないです。指紋認証できないですけど指紋じゃない、はい、じゃあ指で操作できますね。実際グローブつけたままパスコードを打ってみたんですけども、起動することができました。はい、じゃあ、普通にスクロールですね。スクロールもできる感じです。はい、じゃあ電話をかけるというのも、これ個人情報出ちゃうので映せないですけども、普通にできますね。はい、あとサイズ展開なんですけども、僕たちがこうお店で見た限りでは M と L の2サイズ展開となっていました。他のサイズあるとは思うんですけど、その店頭にはなかった。自分はL を選択して、普段ね M なんですけど L でちょうどいいかなっていう感じです。はい、今ですね撮影が終わって、少し時間が経ってね日が暮れたタイミングなんですけども、ちょっと野暮用で外に出るタイミングがあったので、このグローブつけて自転車に乗ってみました。作り的にはねすごく手指も動かしやすいし、このグリップもね本当にこう握りやすい構造になってるんですけど、ただ一つ言えるのがちょっとやっぱり風を通すかなと。これから冬が深まって1月2月とかになった時にやっぱちょっと手かじかむんじゃないかなっていう印象は受けました。はい、ということで今回はですねワークマンで購入しましたスタンダードグローブですね、これから冬にかけて通勤するときに使っていきたいと思います。はい、それでは今回の動画いいなと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。それからぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。